幅広い音域を表現できる弦楽器、チェロ、セロ弾きの講師は宮沢賢治の童話。活動写真館の楽団に勤める技量の未熟なチェリストが動物たちとの交流により演奏技術を向上させる姿を描く。賢治が亡くなった翌年の1934年に発表された作品である賢治には 実際にチェロを練習した経験がある。ケンジは、農民の啓発と生活改善を目的とした、ラスチ人協会を主催していた時代に、農民楽団の実現と自作の詩に曲をつけて、演奏することを目指して、1926年にチェロを購入、練習した。これには、当時、ケンジの親友だった、花巻高等女学校の音楽教諭であった。 藤原加藤寺の影響も考えられている。1926年に上京した際には、新交響楽団の学士だった大津三郎の自宅に練習のために通っている。ケンジは3日でチェロを演奏できるようになりたいと頼み、大津は困惑しながらもレッスンを引き受けた。またこのレッスンは1928年の上京時にも行われたのではないかという説がある。 また、賢治が、読集本を抜粋して筆写したものが現存している。このように熱心にチェロに取り組んだが、お世辞にも演奏は、うまいとは言えず、五五スースーとなるような状態だったと伝えられる。後本、宮沢賢治全集の解説によると、ノートの字体は1925年から1927年頃までの、書簡などと一致するとされている。チェロには、 楽器メーカーのラベル上にケンジの直筆で 1926KM と署名が入っており、これはケンジが花巻農学校を辞職し、ラスチ人協会の生活を始めた年と合致する。このチェロは後に藤原加当時のチェロと交換された。藤原のチェロにはゴーシュのゼロと同じく筐体に穴が開いていた。 ケンジのチェロは戦争中は藤原が所有していたために、ケンジの実家の空襲被害から免れることができた。現在、花巻市の宮沢ケンジ記念館にて、ケンジの妹都市が愛用したバイオリンに寄り添って保管されている。1995年12月下旬にチェロ、バイオリンともに、弦楽器読み作者の手によって修復されたため、どちらも楽器として使える状態にある。 1998年の時点では今後の管理について当時の宮沢賢治記念館館長だった宮沢雄造は今後は外に出さずに大切に扱いたいと述べていた長年保存のため演奏はほとんどされなかったが楽器を長持ちさせるには定期的に演奏した方が良いとの専門家の意見があり2009年の報道では演奏の方法などを記念館で検討するとしていた 1996年、ケンジ生誕100年を記念し、花巻市は世界的チェロ奏者ヨーヨーマを招き演奏会を開催した。ケンジの使用していたチェロで、セロ弾きの講師にも登場する、シューマン作曲、トロイメライが演奏された。2016年9月に、花巻市で開かれた、ケンジ生誕120周年の記念イベントでは、このチェロを、チェリストの藤原真理が演奏した。 ゴーシュは町の活動写真館の楽団、近世音楽団でセロを引く係。楽団では近く町の音楽会で演奏予定の第六公共局の練習を続けていたが、あまりにも下手なために、いつも学長に厳しく叱責されていた。そんなゴーシュのもとに、格好をはじめ様々な動物が世ごとに訪れ、いろいろと理由をつけて、ゴーシュに演奏を依頼する。 そうした経験を経た後の音楽会本番で、第6公共曲の演奏は成功し、司会者が学長にアンコールを所望すると、学長はゴーシ手を指名した。ゴーシ手は馬鹿にされたと思って立腹しながらも、動物たちの訪問を思い出しつつ、インドの虎狩りという曲を夢中で演奏する。その演奏は学長をはじめとする他の楽団員から賞賛を受けることになった。 ゴーシュの性格はそやで、学長に叱られた、鬱憤晴らしに、弱者をいじめるなど卑屈な赤者として描かれている。しかし動物たちへの無償の行為を通じて、次第に謙虚さと慈悲の心が芽生え、それによって真に音楽を理解できる青年へと成長していったという物語になっている。学長の指摘は、音が遅れた、意図が合っていない、感情が出ないだった。ゴーシュは、 猫から何も学ばなかったが、知らずに重要な曲の選択と予行演習をここで行っている。ゴーシュは、格好との反復練習で、自らの音程の狂いを自覚する。さらにタヌキの鋭い指摘によって、自分の楽器の特性を知った。また、ネズミの母親からゴーシュが人知れず役立っていることを教えられ、自信を持つ。ゴーシュは、視野を信者だったが、 この地震によって体観衆を前に怒りをぶつける度胸を獲得した。リズム、音程、感情の三つが改善された結果、ゴーシュの演奏が聴衆の心を動かした。ゴーシュは学長から褒められて初めて自分の上達を知り、動物たちから恩恵を受けていたことに気づいた。なお、格好に謝罪しながら猫への謝罪がないことについて、単に賢治が 猫嫌いだったからという説や、猫をいじめすぎると二度と帰ってこなくなる、謝罪でめでたしとならない生き物であることを、ケンジは、よく知っていたという説、最後のセリフは改造であり、謝罪ではなかったという説など様々な議論がある。本作に登場する第六公共曲については、誰の作品であるか明記されていないため、作曲者は不明である。1982年に、 アニメ化された際には、下記のエピソードもあり、ベートーベンの公共曲第6番へ、蝶々作品68、伝言が用いられた。ケンジは多くの SP レコードを所有していたが、その大半は友人に譲渡するなどで手放してしまっている。その中で最後まで手元に残していた数点の中に、ベートーベンの公共曲第6番があった。この SP は、ハンスプ・フィッツナー式。 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団による録音で、現在も CD で入手可能である。1982年の映画、セロ引きの合手は、高畑勲が監督し、オープロダクションが5年の歳月をかけて完成させた、自主制作作品。劇場公開は1982年1月23日で、あったが、同月発表された1981年度の、 大藤信夫賞にノミネートして受賞している。原画を、齋田俊治、美術を、向尾高村がほぼ一人で担当している。原作に登場する架空の楽曲、インドの虎ラり、リ、愉快な馬車屋は、マミヤヨシフが新たに作曲した。高畑遺産は、私たちにとって主観的には、青春映画でもありますと述べ、自立に向かって苦闘している中高生や青年たちにも、 ぜひ見てもらいたいとパンフレットに記している。スタッフ本作執筆当時の映画は無性映画が主流で映画館には伴奏をつける楽団がいた。横田昭一郎、チェロと宮沢賢治2016年3月16日、P12、19、35掘りを制し、年譜、宮沢賢治伝1991年2月1日、P213、花負けを見る。 宮沢賢治記念館。花巻観光協会。2020年3月25日閲覧。横田翔一郎。チェロと宮沢賢治2016年3月16日。P5 から6。賢治が愛した。チェロ。演名作は朝日新聞。ノーナナイーハトオブフェスティバルの開催について。別紙資料。2020年3月25日閲覧。 映画を作りながら考えたこと1955から1991徳間書店高畑勲佐夫1991年8月1日 P169 赤羽茂の絵本画家赤羽末吉数歩の草原にかける二次福音館書店2020年ピアニッシモ349から350赤羽茂の絵本画家 赤羽末吉数歩の草原にかける二次福音館、書店、2020年、P584 泉、新ニにッタ大阪第33回定期演奏会局目解説。ありがとうございます。